矢抜きゆき、矢抜きゆき、矢抜きゆき、1983年12月15日隊は、福島県西白川郡西郷村出身の元プロ、野球選手、投手、右投げ右打ち。5歳の時に、父親の仕事の都合で、フィリピンに移住する。フィリピンで現地の日本人の子供と共に野球と、触れ合うようになる。小学校3年時に、日本に帰国。 小田総小学校4年の時に、小田総スポーツ少年団でソフトボールを始め、AS で4番と活躍。その後に郷第2中学校1年から、南式野球部で野球を始める。中学2年時に、本格的に投手へ転校したが、卒業後に進学した仙台育英高校では、公式戦に登板する機会がなかった。 チームは在学中の春に第73回選抜高等学校野球大会で準優勝を果たしたが、野間自身は甲子園球場のアルプススタンドで応援団の一員として大太鼓を叩いていた。また、高校時代のチームメイトに中谷翼や菊池斗夫がいたが、自身は12番手ぐらいの控え投手だったという。高校卒業後は、AO 入試で常磐大学に進学。 二年春からベンチ入りし、秋にリーグ戦初勝利。関港新リーグ通算10勝11敗。同大学の三学年上に、小野寺地から久保田智之が在籍していた。大学卒業後は、二、三菱不桑トラックバスに入社。同社の公式野球部で、先発、中継ぎ要員として、チームの夏の都市対抗野球大会出場に貢献した。 2008年のプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから3巡目で指名。契約金を500万円、年俸900万円、金額は推定という条件で入団した。背番号は33。Y1 軍出場はなかったが、10月7日から11月23日まで、アメリカに野球留学し、フェニックスデザートドックスの一員として、 アリゾナ周期リーグに参加した。10試合に登板し13.2回を投げ、被安打10、シシ98、三振14、失点、自責点1、防御率0.66の成績を残し、同リーグ最優秀防御率に輝いた。6月29日の埼玉西部ライオンズ戦で、先発投手を務め、6回途中まで投げに失点に、抑えて、プロ初勝利を挙げた。 同年8月16日に右ひい関節内骨片除去手術を受けた。その後はリハビリに専念し、2軍でも登板はなかった。10月13日の福岡ソフトバンクホークス戦で先発投手を務め、5回途中まで投げ1失点に抑えたが、打線の援護がなく敗戦投手となっている。なお、1軍ではこの1試合のみで止まった。 は、リリーフとして22試合に登板、7月6日に、プロ初ホールド、8月1日には、プロ初セーブを挙げた。は、開幕戦である3月29日のセーブ戦で、負傷降板した、武田勝の後を受け、4回途中から登板すると2イニングを1失点にまとめて1勝目を挙げた。その後は主に、ロングリリーフとして起用されたが、防御率1点台と、 安定した投球を見せていたため交流戦中から接戦でも起用されるようになった。さらに監督推薦によりこの年のオールスターゲームの出場選手に選ばれ、第3戦では地元の福島岩木グリーンスタジアムでの登板を果たした。夏場に入ると疲労の色を隠せず、8月と9月に2度登録抹消され、防御率も3点台まで下がるなど打ち込まれる場面が増えた。 それでも、最終的には、自己最多の57試合に、当番、13ホールドを記録した。は、前年同様ロングリリーフとして起用され、4月10日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で3と2、3イニングを無失点に抑え勝利投手になった。しかし、シーズン全体では、安定感を欠いて、登録と抹消を繰り返し、当番数、防御率ともに大きく、数字を落とした。 2は、後日する読売ジャイアンツへの移籍が決まるまで、一軍公式戦9試合に登板。勝敗はつかず、防御率は3.60であった。6月10日に、矢野健二、砂永秀樹との交換トレードで、北徳と共に、巨人へ移籍。移籍後は、一軍公式戦3試合に登板したものの、防御率が13.50に達した。2は、 一軍公式戦8試合に登板。6月18日には、シーズン初の出場選手登録を経て登板した、対ロッテ戦、東京ドームでストレートを投じた際に、自己最速の時速 151km を計測した。一軍公式戦の通算防御率は2.61で、あったが、7月に登録を抹消。抹消後の8月に、オーバーワークの影響で、背中の疲労骨折に見舞われると、 10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日付で、NPB から自由契約選手として講じ。ヤガン自身は、NPB 他球団での現役続行を希望していた、ことから、2016年11月12日に中に、球団合同トライアウト、阪神甲子園球場へ参加。シートバッティング形式で、打者3人と対戦すると、ストレートで、 最速時速 146km を記録すると、共に一奪三振一飛安打という結果を残した。しかし、NPB た球団から獲得のオファーを受けるまでには、至らず、同年12月に現役から引退することを決断した。2017年以降も巨人に所属。同年1月1日付で営業企画部兼運営部の職員に転身する。 身長 190cm という長身からのオーバースローで平均球速約時速 144km、最速時速 151km の速球を投じた。他、スライダー、縦のカーブ、フォークボールを武器にしていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。